人間と機械をどう強調させて。新しい運転をいかに作り出していくかということを C. Y. を目指している。乗り物としての進化っていうのは。まだあるんじゃないの。と何が大きな課題で、何が必要なのかっていうようなシステム的な観点では。その、どういうことをしたらいいかっていうことは。 多分全体システムを作ってみないと分かんないいととかころあるんですね何が足りなくて何を認識しなきゃいけなくて何をするためにどういう知識が必要ですかっていうことを本当に現地で運転しながらとか走らせながらやるようなところを私はやりたいと思ってますモビリティ部門を束ねる二宮各グループが研究するさまざまな要素技術をまとめ新たなモビリティのシステム構築を目指している。 どん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 テストをして何ができないかが分かってそれをフィードバックしながらどんどん進化させていくっていうフィールドテストを繰り返しながらいかにやっていくかってことが経験を持っった人がやっぱ勝ってしまうんですよでそういうことって今まで大学には全然なじみがないのでそういう要素技術をやっている人と実際そういう本当にシステムを作るものを組み合わせたら面白い人と人とをつなぐことが二宮のミッション。 私企業出身で今も完全に大学に席を移してやってるんですけどそういうチャンスというかそういうことをやらなきゃいけない使命かなという気があったのであのその技術をやるっていうことと産学連携をちゃんと成功させるということをやっぱりやらなきゃいけないのかなっていう意味でまあ非常にやりがいがあることかなとまあ難しいですけど。